はい、では今から潜在意識とメンタルブロックについいいててののおお話をしししきます講師の西ますすす講師澤ろででよく願は今回この潜在意識について詳しくお伝えしていきたいんですけれど人の持つ意識と潜在意識の違いですねこの違いをはっきりと見ていきたいと思っていますまず人の持っている意識というのは実は3%であって人の持つ潜在意識というものがこの97%の力を秘めているというところなんですね これはどういうことかっていうと人の人生を変えようと思う意識でこの人生を変えようと本気で持ってもこの3%の意識でしかその人生を変える力に向かえないっていうことなんですねなので残りの97%の自分の人生というものは実際に勝手に自分が選択をしていたり無意識から選んでいるもので構築されていることっていうのを覚えておいてください具体的にどういうことかというと 私たちの脳みその中でしっかりと意識してその物事に取り組めるのはこの3%しかないんですよねその3%をしっかり活用していってもこの97%が強いと人は元に戻ってしまったりとか結局自分の強い意志を貫けなかったりするわけなんですねなのでこの97%の力をどのように扱っていくのかですねそれがとても重要になってきます 今から扱う話というものは何かというとこのメンタルブロックというものがこの潜在意識のこの97%の力を全て使えるようにするのを邪魔しているということなんですねでこのメンタルブロックを取ることによって自分のですね潜在意識の力が引き出してくるのでそこについてしっかりと聞いておいてくださいではこの潜在意識の中身について見ていきたいんですけれど潜在意識の中身には実際にこの固定観念 この観念というものが存在しています。この観念というものは自分の考え方であったり思考パターンなんですね。この考え方であったり思考パターンというものが自分の潜在意識の中にはたくさん潜んでいます。特に潜在意識の奥には自分のやりたいこと、本当にこういうことをしていきたいということがたくさん眠っているんですけれど、その潜在意識の中にあるものを実際に意識上に持ってくるとき。 例えば感情でワクワクするとか、えー、すごくこれやってみたいっていう感情ですね、まあ、感動するとかそういったその感情っていうものがサインになってそれをですね実際に行動に移していくっていうのが人の潜在意識の中にあるものを実際に意識であったり、えー、行動や結果に持ってくるっていうような時のプロセスなんですねでこの観念というものを シンプルに行動や結果に移していってどんどん自分の人生を作り上げることができればベストなんですけれどこれを実際に潜在意識の中に思っていることを行動や結果に移していくときにメンタルブロックっていうものが存在しているとこのメンタルブロックがあるせいで自分のやりたかったことをやろうと思ってもこのメンタルブロックが表に出てしまうっていうことなんですね。 例えばこのメンタルブロックっていうのは自分が仕事で結果を出したいと思った時に結果が出せないんじゃないかっていう不安であったりとか自分が例えば人間関係であの人と仲良くしたいと思っても自分は仲良くなれないんじゃないかとか自信がないとかそこら辺なんですね。このメンタルブロックっていうものが潜在意識の中に強く残っているとそのメンタルブロックがある自分自身例えば自信がない自分とか。 仕事で結果を出せない自分という自分を定義してしまってその自分自身で生きてしまうと本当にやりたいことをやらなくなってしまってできることしかやらなくなってしまうんですねこのできることしかやらなくなってしまうと潜在意識の中の持っている可能性に蓋をしてしまって実際にその97%全体が伝え使えなくなってくるっていうふうなことなんですねここをしっかり覚えておいてくださいなのでこのメンタルブロックっていうものを外していくと 実際にこの境界線が取れることで自分自身の潜在意識の使い方がですね変わってくるのでどんどんやりたいことが行動や結果として自分が起こせるようになってくるっていうところになってきます。はい。これをよく覚えておいてください。はい。そして潜在意識の循環についてこれも覚えておいてほしいんですけれどこの観念感情行動結果という一連のサイクルからこの潜在意識っていうものを成り立っていると覚えておいてください。 そして、えー、この観念というものは自分の実際やりたいことこういうことがやってみたいという考え方ですねでその考え方から感情ワクワクするとかやってみたいという感情が出てきてそこから人は行動に移っていくそして行動していくことによって結果に変わっていくというふうな形ですしかしこの、えー、固定観念の中に、えー、できないんじゃないかとか自分には厳しいという考え方があるとその 難しいという考え方から感情にも不安とか恐怖とかできないんじゃないかっていうものネガティブなものがですね生まれてしまうわけなんですねでこのネガティブな感情が生まれて考え方もネガティブだと自分の中のメンタルブロックというものが強くなってきますでこのメンタルブロックが強くなってくると頭の中だけで考えてぐるぐる思考しているという状態になっていきますこのままだとどんどん行動しなくなってしまって自分の出したかった結果も忘れてきてしまうんですね なので、このメンタルブロックっていうものは外していかないといけません。しっかりこれを取り除いていくことによって、この考え方が感情に移って、感情がどんどん行動に移っていくっていうプロセスがですね、自分の中にこう戻ってくるわけなんですね。この自分の行動できる習慣がちゃんとうまくいってくると結果もどんどん出てきます。なので、この循環ですね、えー、観念、感情、観念、感情、行動結果のこの循環っていうものをしっかり覚えておいてください。 そして、左脳と右脳の話なんですけれどこれはとても重要です。 実際に自分の作能というものは論理を司っていって物事を並べ替えたりとか数字を計算したりするということをするんですけれどこの作能というのはですね過去のパターンから考えるということがあるのでこの作能で考えてしまって実際に感情面で自分にはできないんじゃないか過去こうだったみたいなことから考えると心配や不安というものをベースに物事を考えていってしまいます。 そうした場合、えー、自分自身のこのメンタルブロックがかかった状態でずっと頭の中でぐるぐる回っている状態これを繰り返してしまうわけですねこうなると非常にもったいないわけなのでここをえ変えていくとどうするかっていうとこの「右の、えー、右の脳」ですねこれを使っていくことによって、えー、感情面での楽しみとかワクワクっていうものが復活してくるっていうことになってきます でこの「うの」というのはどういう機能かというとイメージの世界です例えば何,何かを見た時に美しいと感じたりとか自分自身の感性ですねそういった感じ方というものがこの「うの」になってくるので特に「うの」はイメージの世界なので未来こういうふうにしていきたいというのはでうな、ね、想像ビジョンというものがこの「うの」の中にしっかりあります。 この「右脳をしっかり活性化させていって自分のやりたいことに向き合っていくことによって潜在意識の奥にある自分自身の考え方がまた行動や結果に出やすくなってくるっていうことなんですね。これをしっかりと覚えておいてください実際に私のレッスンであったり講座の中で「右脳をどうやって鍛えるかっていう話もしていたりしてます。 でもう一つですね。時間軸においてっていう考え方。この考え方もとても重要なので、覚えておいてください。何かというと、この過去、現在、未来というこの時間の流れですね。この時間の流れの中で、実際に、えーま、人は、この今の延長線上の未来として、この未来に行くわけなんですけれど、この未来ではなくて、自分の新しい未来、今の延長線上ではない未来にこう行こうとしたときですね。 この時に自分自身のメンタルブロックこれがあった場合どうなるかというとこのメンタルブロックが過去にあったトラウマとかインナーチャイルドっていうものなんですけれどこれが現在にも持ち越しているっていう場合があるんですねでこれは未来にも持ち越すっていうことなんですけれど例えば両親とすごく仲が悪かったっていう場合は両親と仲が悪いっていうのは時間が過ぎても結局そうなっていますよね大人になっても悪いままとか 例えば子供の頃にいじめられたっていうのがあって、大人になってからもなんかいじめられるとか、なんかそういった繰り返し起きてしまう現象、これが実際に心の中の葛藤として、実際ですね、メンタルブロックというもので残っている可能性があるわけなんですね。これが残っていると、自分が新しい未来に進もうと思った時に、この自分自身の悪習慣であったりとか、このメンタルブロックが、 起動してしてままいい自分が戻されるみたななことになります新しい未来に進もうと思ったけど自分はどうせこんなもんだとか新しい未来に行こうと思ったでもこういうことが起きてみたいな形で自分のこのメンタルブロックと向き合わなければならないっていう機会にですね、えー、会う場合が多いわけなんですねなのでこの自分のメンタルブロックとしっかり向き合っていくっていうことが重要なんですけどこれと向き合わずに、えー、ずっとこのパターンを繰り返していると、えー、自分自身を勝手に定義してしまうわけなんですね 自分自身を勝手に定義してしまうと自分はどうせできないとかそういう人間だみたいにして定義してしまうのでここを変えていく必要性があるわけですねこうするとえ自分のですね、えー、人生はこの延長線上の未来にしか進めないと思ってしまって結局新しい未来を見なくなってしまうわけなんですねこれを変えていくことが重要ですというところですねでこのメンタルブロックを外していくことによってどうなるかっていうと 実際に自分自身の延長線上の未来ではなくてスムーズに自分の新しい未来に進むことができるっていうことなんですね。でこの新しい未来に進むことができると今までのパターンから解消されたり実際自分の本当にやりたかったことがですね叶っていくっていうことなんですね。なのでこの新しい未来に進むためには何が重要かというと自分自身の潜在意識の中にあるメンタルブロックを外していくことが重要になってきますということになります。 ぜひこの点も覚えておいてください。そして今回のまとめになるんですけれど、まずメンタルブロックを外すことによって新しい未来が見えてくるということを明確に覚えておいてください。2つ目がメンタルブロックを外すことによって選択できる未来が増えるということですね。 これはどういうことかっていうと、新しい未来が見えてくるっていうことは、自分の未来を選択できるわけなんですね。ただこのメンタルブロックがあることによって、選択ができずに、固定された今の延長線上の未来しか見えていない。それが良くないことだっていうことですね。そして、三つ目なんですけれど、自分らしい人生を生きられる。 これはどういうことかっていうとメンタルブロックっていうものを外すことによって本来の自分の生きたかった生き方この自分らしい人生っていうものが自分の中に帰ってくるこれが一番のうま、えー、みというか、えー、とてもいい点だと思っています何かというとですねこの両親から、えー、教えられたことであったりとか生きてきた環境の中によってメンタルブロックができてくるんですけど、まあ、結局それは今まで生きてきた過去なわけですね なのでその過去にとらわれずこのメンタルブロックっていうものを外していくことによって今から選択できる未来が生まれてくるっていうことなんですねそしてその選択できる未来を自分らしい未来にしていくことができるわけなんですねもう誰かに決められた未来ではなくて自分でしっかりその未来を作っていってほしいと思ってこのメンタルブロックを外してもらいたいと僕は思っていますなのでこの自分らしい人生を生きる そのために、このメンタルブロックを外していって、潜在式の力を活用していくっていうことを、これから、あの、思いておいてもらえればと思っています。そういった、自分らしい人生を生きれる人がですね、増えていくことが、とてもですね、世の中を変えていく力になると、私は思っています。ぜひですね、またこれからも、こういったお話、続けていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。えー、今日はありがとうございました。